私たちのことは気にしないで、待ってるからさ。うん、ありがとう京子。エソラもごめんね。ううん、全然大丈夫。ユカおめでとう。今日は忍はお仕事で、ユカは雑誌のインタビューなんだっけ。うん、となると二人だけで練習って感じでもないよね。そうね、どうしよっか。合わせはなしでいいか。私は一人でボイトレでもしとくけど、エソラはどうする？そうだな、みんな集まらないなら私もパパに言われてたあれ始めてみよっかな。お父さんに？ああ、こっちの話気にしてもらわなくても大丈夫。私今日は帰るね。バイバイ京子。うん、またね。まあいいか、私のやることは変わんないし、今のうちにできる限り仕上げていこう。みんなが戻ってきた時のためにも。